ちょっとはしゃぎすぎだだって嬉しいんだもん。それにびっくりしちゃった。私たち初めて一緒に走ったのに。まあ悪くはなかった。うう、負けてしまったのだ。女に二言はありません。この皮は好きに使ってくださいまし。敗者は清く去るのみです。黒丸、行きますわよ。ちょっと待って。何ですの？皮はみんなのものだって言ったでしょ。だからかぐやさんたちを追い出したりなんてしないよ。青井美沙さん、再び走るのですね。この方、並木凛さんと共に。そうね。あれ、二人って知り合いだったの？並木凛さん、次に勝負するときは絶対に負けませんわよ。私たちも行こう。あの、ミサちゃん、聞いてほしいことがあるんだけど。何？改まって。私、とっても楽しかった。ミサちゃんと一緒に水面を駆け抜けるあの感覚、癖になっちゃいそう。そう。だから決めたよ、ミサちゃん。私、浅草女子高校にジェットレース部作る。え？だって私、ジェットレースやるために上京してきたんだもん。だからジェットレース部作る。私はもうジェットレースはやめたんだ。朝のランニングは体調管理、シミュレーターに乗るのだって昼休みの暇つぶしだ。でも今久しぶりに走ってみたけど、風は変わらず気持ちよかった。ミサちゃん、好きにしろ。私に報告することじゃない。話していると調子が狂う。リンだよ、ミサちゃん。だからミサちゃんと言うな。早くレースで試したいね。
どれにしようかな。